ブレゲージー11イールブルジ,ジェ航空宇宙博物館に展示されているブレゲージー111ブレゲージー 11E は第二次世界大戦終結後まもなくに飛行した二重反転式ローターを持つフランスの実験ヘリコプターである。一機のみが製作されただけで資金不足のために開発は中止された。ルイ・ブレゲーは1908年に自身最初の ヘリコプターのブレゲーリ社ジャイロプレーンを設計したが、1935年のジャイロプレーンラボラトアールの方が大きな成功を収めた。この機はテールローターを持たない代わりに同軸反転の主ローターを備えていた。第二次世界大戦後にブレゲーは数名の乗客が搭乗可能な旅客化ヘリコプターの案を持ってフランスジャイロプレーン協会に働きかけた。 戦時中の研究である G34 という名称の案を発展させて2名の乗客が搭乗可能なブレゲー g 11E またはソシエテフランセーズジュジャイロプレーン G11E として知られる機体を開発した。ずっと大型の機体であったが G11E はジャイロプレーンラボラトワールと同様に3枚ブレードの二重反転式ローターを使用していた。 当初は出力1 7 9キロワットの強制冷却ファン付き空冷9気筒星型エンジンポテ QE をローターシャフト直下の胴体中央部に搭載し、エンジンとローター駆動部の間には6.5、1比の減速ギアを備えていた。ローターはテーパーのついたパイプ状の桁にリブを持つ構造で、前縁はジュラルミンで覆われ、その他の部分は金属に3層の合板を貼ったものであった。 ローターはフラッピングヒンジの上に乗っており、ドラッグヒンジダンパーを備えていた。操縦管で一組のスワッシュプレートを介してサイクリックピッチを変化させ、ペダルでトルク補正、二つのローターの連動するコレクティブピッチを変化させてヨーイング制御を行った。機械式の完成超速機がローターの加速を制限しており、緊急の場合にパイロットは 超速機が制限している以上にコレクティブピッチを増大させることができた。G11E の胴体はテーパーのついた円形断面で、全部は視界の良いガラス張りの機種に両側スライドドアを持つ、軽合金製モノコック、後部は交換にハフを張った構造であった。回転するたびに発生するピッチ振動を防止するために操縦管を介してサイクリックピッチを補正する。 可動式一体型水平尾翼の背の高い T 字型尾翼を備える後部胴体は交換構造材にハフを張ったものであった。広い軸間距離の硬着装置は首車輪が胴体下部から水平に張り出した V 字型支柱と胴体側面から突き出した支柱に支えられていた。初飛行は1949年5月21日に行われたが試験では G11E が出力不足であることが分かり、ポテセイエンジンをより大型の旧、人星型エンジンである、出力 336kW の、プラットホイット 2R-985 に、換装することが決定された。この機体は G111 と解消され、エンジン出力の増強に伴いローター直径が1.00メートル拡大され、 胴体も 480mm 延長されたことで、さらに2名分の余裕が生まれて、乗客4名の搭乗が可能となった。空気重量と最大重量も、おのおの 1476kg と 1476kg へ増加した。G111 の飛行試験は1951年に始まったが、翌年に SFG が破産宣告を受けたために完了しなかった。 出展、ガイアール p 9 1初言性能。ありがとうございます。